さあ、それでは第2章知的財産法の方に入っていきましょう。ここについてはまあ試験に非常に出るところなので、ちょっと第2章は気を抜かずにやっていただきたいと思うんですけど、最初はですね。知的財産権の概論ということで、まあ、知的財産権って権利がどういうものなのか、そしてそれを保護してくれる法律にはどんなものがあるかというのを、ちょっと皆さんと俯瞰してみたいと思います。まずはテキストの1番ですね。知的財産権の概要のかっこ1番知的財産権制度のところをちょっとご覧いただきたい。と思 でここ自体は試験には出てないんですよね出てないんですけど知的財産と知的財産権というのがどういうものであるかということについてはざっと見ておいていただきたいと思います。発明とか公安だとかそういったようなものについてやっぱり保護が必要ですよね。でこれを保護しないと 一生懸命皆さん研究しなくなっちゃいますね。せっかく研究してできたものは成果物として一定期間ですけど、保護してあげますよ。っていう制度がまあ、国が用意してくれているということです。これがいわゆる私たちのまあ、言ってみれば、研究の意欲が促進されるということに繋がるということなのでしょうね。で、これがまず知的財産、そして今申し上げたのが丸2番知的財産権国がそれらについての利益をちゃんと保護していきましょうと、そういうような権利ということですね。 この中知的財産権を見ていきますとね特許権や実用信案権このテキストのこの後の表に説に出てくるそういう権利もあるんですけど育成者権のような中小企業診断士持権にはあまりなじみのない権利もこの中には含まれています。今回ははその辺は除外しててて考えいいいいいただいていいと思いますね それから2番「知的財産権の分類」というところがありますが知的財産権はいくつかの分類ができますまず1番これが知的創造物についての権利なのかあくまでも営業標識としての権利なのかまずこの2つ2つに分かれるというのは知っておきましょう。small の方が知的創造物についての権利今私が申し上げたのはこれですよね。 一生懸命研究したらばそれがしばらくの間保護されるだったらやる気になるけどねっていうのが私たちのモチベーションになるわけですけれどもこの創造意欲の促進を目的とした権利のことがこちらの中に入るわけです今回で言えば特許権だとかそれから実用新案権はこの代表例ということになりますね 一方でスモール B が営業標識についての権利となってますけどこれは私たちが消費者として物を買う時に味の素さんのものだったら食べても安心だろうトヨタさんの自動車だったら乗っても安心だろうと思うってことはそれを作ってる人それを売ってる人がちゃんとした人たちですよ法人ですけどねちゃんとした会社ですよっていうことが分かるようにそれを言ってみれば表示してくれているこういう機能があるわけですよね。 この営業標識つまり使用者その商標を使っている使用者の信用の維持を目的とした権利というのもあるわけでこの代表例が商標権ということになるわけです。商標権のほかにも称号これは会社法のところで出てきますけどそれから商品等の表示ですねラベルとかパッケージだとかってものについても権利が認められているわけですけどこれらが営業標識についての権利の中に入ってきます。 一方、丸二番、絶対的権利かそれとも相対的な権利かっていうような区別もあります。特許権っていうのは自分が作ってしまあ、自分が作った特許っていうのは発明っていうのはこれはですね世の中の誰に対してもこれは私だけのものですよっていうことを言うことができるんですけれども絶対的な権利なんですね。でも 例えば著作権というのはそこまでの力ないんですよ私がすごい絵を描いたとしますでも偶然世の中で私と全然違うところである人が同じ絵を描いていたとしたらばこれはですねお互いに独立した権利になるわけですね私はその主に対してその絵は僕が描いた絵だからということまでは主張できない極めて相対的なまあ限定的な権利が著作権の特徴なんですよですからこの権利の中には絶対的な世の中全体に対して私だけ っていうふうに独占的に主張できる権利もあればあくまでもそこまではの権利はないよ相対的な権利も認められているとえこれはちょっと覚えておいていただいてもいいと思いますではですね今度は、うん、次のページの方に行きまして主な知的財産権と知的財産法について、はい、テキストにも表があるんですけど今回は特にですね この中小企業診断試験に出そうなものを権利別ではなくて法律別にちょっと並べてみたのがこちらの図です。でまず知的財産権法と言われるものは診断士の試験では大体大きく3つが出題されますよね。その中で一番上が産業財産権法。まあ、その代表例は特許なわけけですけど 皆さんののの中には工業所有権といいう言葉方方が馴染みのある方もいらっしゃると思いますそうなんですよかつてはこちらの方が一般的だったんですけどこれ多分インドスタリアルプロパティの英語のですね日本語訳にした時にインドスタリアルっていうのを工業っていうふうに最初訳しちゃったんですけど実際にはここに使われている発明だとか考案だとかっていうのは工業以外のものについても実は 全部認められてるんですよねとするとこれをね工業って訳しちゃうのはちょっと狭すぎるんじゃないかということでもう一つ産業って意味もありますので産業というふうに訳し直したとさらにこれ民法のとこでやりましたけど所有権っていうのは財産権の中の物件の中のさらに一部なわけですよ。ですからプロパティの 工業所有権がちょっと狭すぎるだろうということで産業財産権というふうに訳し直しましたですから最近の多分知的財産権絡みの新しい本の中にはこちらがメインでこちらがサブでという書き方がされていると思いますただ この後出てきます。条約なんかではすでに「工業所有権」というのは条約名として広く固有名詞的に使われているものがあるわけですよ。それをこっちに役を変えてしまいますとちょっと分かりにくいんで歴史的経緯から「工業所有権」という言葉がメインで出てくることも結構あるのでこれは同じものだなと思っていただいていいと思います。英語にしちゃえば同じですからね。 さあその産業財産権法は実際にこれを主務官庁実際にここを扱っている官庁はどこかというとこれは特許庁さん。 時々わかんないことがあると私も電話しますけど丁寧にいつも答えてくださいますけど特許庁が実際に主務官庁ですねで彼らがこういうような実際に法律を、まあ、所管しているわけで所管法律になるわけですがでは特許特許法から見ていきたいと思いますで特許法についてはこれは何が保護されるのかというと発明が保護されるわけです発明が当然 特許権として保護されるというまあ、それについての取り決めですよね。で、この特許法とよく似ている法律が実用新案法で、私はよくこれを双子の弟と呼んでるんですけど。まあ特許法を学んだ後の実用新案法は楽ですよ。 同じような規定同じような規定同じような規定が次々と続きますのでテキストでもこれは特許法に準ずるってところは結構多いのでここは説が非常に短く済むわけですよね。でこの双子の弟のような実用新案法では発明ではなくて公案というのは発明よりもちょっと下のものですからよく小発明なんていうふうにも言われるものです。 アアイディアですよねでこの公安が実用審議案が特許権ほど長い期間ではないんですけど、まあ、レベルが低いですからねこちらについても一定期間保護はされるということですね。 さその後がが今度はは法ですけどこれは何があまずはです、ね、特許法との関係で見ていきますと先ほど私こちらを双子の弟って言ったんですけど衣装法になりますとねある程度特許法と似てるなって思うんですけどだいぶ変わってきますけど一応血筋は感じますよね。兄弟と考えていただいていいと思いますこの衣装法が保護してくれるのがアイディアじゃないですねデザイン衣装ですね。 ここの衣装がはい衣装装が権とととして保護されるということになりますさあ最後の商標法についても見たいと思いますがこの3つが今までの話でいうと知的創造物としての権利の保護だったのに対してこちらはですね先ほどやりました営業標識についてのこれは権利保護なんですよね。でですからもううこここちょっとこう 上の3つとは差があるわけですけどその特許法からの距離で考えますとこれ一番近くて2番目に近いんですけどかなり遠くなりますね血筋は感じますいとこぐらいというふうに私は呼んでるんですけど特許法のいとことしての商標法ですこれは何を保護するかマークを表彰って言うんですけどねマークを保護してくれるマークが 商標権として保護されますよということになりますねさあそれじゃあこれでまあこの後産業財産法については順に見ていくんですけどその後著作権法をやりますじゃあ著作権法っていうのはどういう法律なのかというとまず実際の主務官庁はどこかというとこれは文化庁になりますで著作権法は何を保護しているのかというともう著作物なんですねダイレクトに 著作物を著作権として保護していく法律であるとじゃあ最後の不正競争防止法は何かこれはこの2つとちょっとまたイメージが違う法律なんですけど不正競争防止法はこれは特許庁ではなくて経産省本体が主務官庁になっていますでここではどんなものがルール化されているのかっていうと1つは先ほど出てきました、うん、表示ですね これは例えばパッケージだとか看板だとかパンフレットだとかいろんなものを企業はお客さんに対して表示するわけですけれどもこのの表示についての取りり決めがありますもう一つが何かというと皆さんの会社にもあると思います。 トレードヒシークレットというふうに英語で言われることもあると思いますが営業秘密についての取り決めがこの中にありますこういったものがやっぱり盗まれないようにするための法律だと考えていただければいいと思いますね。そうするとこれから先は第2節でこれ第3節でこれ4節5節6節7節とこれに基づいてこの後は進めていきたいと思いますがそこに入る前に試験に結構出るところに条約があります。 条約は結構皆さんも似たような条約が多いなと思うんですけど条約については概論触りだけでいいので押さえておいていただきたいところなのでこの後版書をチェンジしてそれについてお話しさせていただきたいと思います。ではこちらまだ版書を写してない方は写しておいてください。 さそれでは引き続いて知的財産権に関する条約についてちょっと見ていきたいと思います。条約いろいろ出るんですよね。で、ただどの条約が何なのかっていうのがやっぱり頭の中でごちゃごちゃになっている方もいらっしゃると思うので、ちょっと整理をしながら見ていきたいと思います。まず丸一番のパリ条約、これはよく出る名前ですね。これは工業所有権の保護に関するパリ条約っていうのが本当の名前。本当の名前もっと長いんですけどね。一般的には工業所有権の 保護に関するパリ条約って,呼ばれています多分パリ条約っていう名前だけだと歴史と教科書に出るパリ条約も含めていろんなパリ条約があると思うんですよね。パリで結ばれた条約はみんなパリ条約だと思いますんでその今回はその中でも知的財産権に絡むものについてはそういうふうに呼ばれているということです。でこれについいてては見ていただきますと 何しろ工業所有権ってついてますからね「丸がどこにつくのかっていうとここには絶対つくわけですよ。工業所有権っていうのはさっき見た産業財産権と同義語ですからで著作権は入らないんですけどあと不正競争防止だとか原産地だとかについても全部入ってますから非常に包括的な条約であると1883年に実際結ばれた条約ですから非常に古い条約だということになりますね。 じゃ今度2番目見ていきましょうか。特許協力条約。こういうふうに特許ってついててくれるのはありがたいですよね地名は困りますけどこれはこれについてだとしかも見ていただきますとパリ条約についてのこれは特別取り決めであるということでまあパリ条約さらに保管するものであるということが分かります各国ごとに異なる特許の出願方式を統一したものであるということですね 3番目今度は特許法条約これも特許ってついてますから分かりやすいですさあ見ておきましょう各国で異なる特許出願の国内手続きを統一化簡素化させることを目的とする条約であると PLT という略称も出ています日本は最近ですね2016年6月11日に正式発行していますその次丸番、欧州特許条約これもいいです特許が入ってますから こういういいのははかりやすいですすででよね今度はヨーロッパです欧州特許庁が特許出願を審査することで契約国において付与された国内特許と同一の効力を有する欧州特許を付与する制度であると自分のところでの特許権これは欧州全体に広がるということですよね。ありがたいいと思います 丸五番ハーグ協定のジュネーブ改正協定となっていますこちらでございますでこういうのは地名ですから何だろうか気になります一度の手続きで複数国での遺証権の取得を可能とする条約だある国で遺証権を出願するとそれがまあ加盟国全体に広がるというそういうイメージでしょうかねとこれは珍しく遺証権のところに丸がつくわけですね。 合ってますよね近いと段が分かんなくなっちゃう合ってますね。さあというわけでこれ私は覚え方としてはハーーブティーをご一緒にと覚えましたもうこれはただの語呂合わせですけどもハーグの「ハですね「ハーブティーをご一緒に」というふうに覚えていただくとご一緒の「衣装は「衣装を思い出していただけると思うのでここに「丸がつきます。さあその次行きましょう今度は「商標法条約」これはもう「商標法」って入ってますから。 商標についてなんだろうなということがお分かりいただけると思います各国における商標制度の手続き面の簡素化及び調和を図ることを目的とする条約である さらに商標関係が続きますねシンガポール条約商標法条約これから独立したってなってると思います商標法条約の内容を取り込んだ上で出願方法の多様化出願手続きの簡素化及び調和手続き期間を守れなかった場合の救済措置こういったものの追加を行い商標法条約から独立した条約がシンガポール条約であるとシンガポール条約にも ここに丸をつけておきましょう。合ってますよね。はい。その次いきましょう。八番目です。マドリッド協定議定書。はい。これはパリ条約のこれの特別取決めになります。で今回は先ほどの特許協力条約は特許だったんですけどこちらの方はこれでね商標ですね。 パリ条約の特別取り決めで商標の国際的な登録制度としては1891年に制定されたマドリッド協定があったんだけどこれは不十分だったとそれを今度は問題点を克服しより多くの国が参加できる商標の国際登録制度を確立することを目的に採択されたものであるということなのでパリ条約の特別取り決めであってかつ過去にあったマドリッド協定をさらにこうブラッシュアップしたもの であるというふうに覚えておいていただければいいでしょうねさあそれでは先に進みますベルヌ条約に行きましょうこれはよくマスコミなどでも見ますよねここですつくのは著作権ですねですから著作権の記事なんかを見ると必ずベルヌ条約ではみたいなことが書いてあるんでベルヌという地名に皆さんも見覚えがあるのではないかと思います気になりますね AI の時代に今後どうなっていくのか非常に気になるところだと思います 最後が貿易の側面から包括的にこれ全部に丸つけといていいと思うんですけれども例えばパリ条約とか今出てきたベルヌ条約だとかこういったもの全般に関わるような協定がトリプス協定になるわけですね。こちらちょっと赤いところだけ見ておきたいと思いますが国際貿易機関の加盟国において パリ条約それからベルヌ条約を遵守し他の加盟国の国民に自分のところの国民自国民に与える待遇よりも不利ではないそういうような待遇を与えること内国民待遇それから加盟国の国民に与える待遇を今度は他のすべての加盟国の国民にも与える最恵国待遇こういったものについて規定されているものが最後のトリプス協定でした。これいいらないですね というわけで試験が近づいてきたらばこの図評価この表が頭の中で再現できるかどうかというところを見ておいていただきたいと思います。私のつけた丸は合ってますね。はいというわけでこちらについてが 条約についてのまとめだったんですけれどもさあじゃあこの後はいよいよ格論に入っていきましょう特許法から順に細かく試験に出るところですからね法律についての規定がどうなっているのかを見ていきたいと思いますではまた番書を写し終わった内のが今回多いと思いますのでここで写しておいていただきたいと思います さあそれでは第二節の特許法の方に移っていきたいと思いますこの後いろんな法律が出てくるんですけども基本は特許法ですからしっかりと聞いて学んでいただきたいところですまず最初にこの特許法概論ということで特許法全体を少し俯瞰してみたいと思いますがまず特許法の,その目的ですね意義と目的のところから見ていきましょうテキストの方で赤く塗られているところなので確認しておきたいと思います特許法は 発明の保護及び利用を図ることにより発明を奨励しこれにより産業の発達に寄与することを目的としているとこの文章の中に2つの目的が入っているんですね意義と言っていただいてもいいと思いますけれどもまず最初がその発明の保護なんですよねせっかく発明がされるわけですからそのせっかく頑張って 発明した人たちをきちんと保護してあげましょうというのがまず片方です。でもう一つが後半に出てきますけれど、産業の発達なんですね。で、この二つっていうのは実は相反するんですよ。トレードオフの関係になります。 発明の保護をかなり重く見ると今度は産業の発達が軽く見られますというのは発明した人に対する保護を厚くするということは例えばこの特許未来永劫にわたってあなたとあなたの一族だけ子孫だけが使っていいよって形になっちゃいますとこれ世の中の人はみんな使うことができなくなっちゃうわけですよね。これででは意味がないわけですよ なんか中世の貴族制度みたいなもんですね言ってみればご先祖様がすごいいいことをしたので四思孫孫にわたってみんな楽ができるこれは貴族と同じ制度ですこれではダメなわけですよ。じゃあ一方でこちら産業の発達のことを重んじてみんなができるだけ使えるようにしましょう。なので この発明が保護されるのはこの特許が保護されるのは1週間ですとか3日間ですとかになっちゃったらばこれまた誰も今度は発明をしようとはしませんそんな短い時間保護されたって意味ないですよということになっちゃいますよねそこでこの両者の折り合いをつけるために後で保護期間出てきますけど20年間というのが出てくるわけですねですからまあこの両方のこれはバランスを取るための法律なんだというところをまずは押さえておきましょうその上で特許法 特許権そのものについての権利のポイントをまとめておきましょうまず特許権の定義は出ていますから丸 ① 番のところで定義を確認したいと思います特許権とはというあと赤く塗られてますよね産業財産権4つのうちの一つですそして特許登録を受けた発明となってますがこの特許登録登録されると初めて発明は特許発明実際に 特許権を持つわけですよねですからこの登録という行為が必要であるとこの登録というのはま英語にすると一緒なんですけれどもいわゆる登記と同じですねレジストレーションですけれどもこれがま不動産なんかの登記と同じようなもんだなというイメージを持っていただければいいと思います実際に登録を受けた発明えこれを特許発明といいます特許発明は発明全体の中でごく一部ですよ実際保護が受けられる発明はごく一部になりますの 実施を排他的独占的に成し得る権利であると特許法六十八条にこういう規定があるわけですねさてこの排他と独占という言葉なんですけど一般的にはほぼ同義語として私たちは使いませんか多分私も日常生活ではこの二つは特に分けて使っていませんただ厳密に言うと排他と独占や意味合いが違いまして例えばそうです、ね、公園でブランコが一台しかないところを想像していただいて ガキ大将みたいな子がその前にこう居座っていて他の子が乗ろうとするとお「お前乗っちゃだめ、お前乗っちゃだめっていうふうに言っている、まあ、そういう子どもさんがいたと仮定していただくとその子のやってるっていうことは言ってみれば配達、ね、っていうのは他の方に対して禁止をするということなので配達っていうのは禁止権のイメージなんですよ。それに対して 独占っていうのは、その配達っていうのはまだみんなあなたたち乗っちゃダメよって言ってるけれども、仁匂立ちしている限りは、そのガキ大将はブランコをまだ独占はしてないわけです。そこにこう座った瞬間から独占が始まるわけでして、この独占っていうのは専用権のイメージなわけです。だから。 排他っていうのは他の人に対して出てきすから外に対して行うことが排他であって独占というのは自分自身が行ううちに対するこんなイメージを持っていただければいいと思います。とはいえ特許権の場合には排他と独占が常にセットなので排他独占排他独占って私もイメージしませんけどあ特許権者だけができるんだなってイメージを私も持ってますけれども後で皆さんが商標権をおやりになるときに この二つがね別な権利として登場するんですよなのでその時が来たらばもう一回ここについては確認をしたいと思いますが今のところはいいですね特許権を持っている人間だけがはいと独占的に使えるんですよということですでは問題の保護期間ですけど存続期間が出てまいりましたがこの存続期間は出願の時から日からですねここは こうしておきましょうか20年間存続期間は20年間保護期間は20年間であるということですで、まずこの20年というのはまあしっかり覚えていただきたいところなのですがもう一つがですね、出願ではなくて 登録の日から20年間という風に思っちゃう方が結構多いんですよ実際には衣装法が実際に登録の日から20年間なのですごくそこのところはややこしいなと思います普通私たちで大学に入学入るっていうのは入学した日から4年間大学にいるって考えます出願した日から4年間という大学はないですよねだからここのところはちょっと一般的な感覚からはずれてるなってところなんですけど逆にそれで覚えていただきたいと思います これから皆さんはいろんな法律の存続実際権利の存続期間というのを記憶すると思うんですけど最初に出てくるのが特許権の存続期間ですではですねここまでよろしいでしょうかこのあとはじゃあ実際に特許登録先ほどの登録を受けるためにはいくつかの壁がありますその実際に登録を受けるための要件というのがありますのでその要件についてこのあとは詳しく見ていきたいと思います。まだだしし終わっててていいいな方はこの時間に移しておいてください さあそれではいよいよこちらの特許登録を受けるための要件について見ていきたいと思います。これテキストの方が立派な図が出てると思うのでそちらの体系図を見ながら全部書けませんから一部こちらに抜粋させていただきました。こっっちは箇条書きにににになてていまますで要す要るる出願してから実際に登録を受けででの間に特許庁で 審査されるわけですよねその審査をする時にこの5つの要件が全部満たされていないと特許登録は受けられませんということなわけですでは概要だけちょっとここでは見ておきましょうまず最初こちら特許法上の発明であること国語辞典の発明じゃダメなんですよ特許法で定められている発明っていうのは定義がありましてここには4つ大体要件があるわけです。ここのの中ががさらに細かかく分かれて4つの要件がある そのうちの一つが例えば創作性ということなんですけど単なる発見はダメですよというのが創作性の考え方です単なる発見というのは例えば地理上の発見というのはもともとそこにあったものを私が一番乗りで見つけただけなんですよねこれは発明ではなく発見ですよつまり創作性がない発見は発明にはならないという考え方です、まあ、この他にも三つあるので後で詳しく見ていきましょうまずはとにかく特許法上の発明でなきゃいけなくて さらに、次の壁が二十九条の要件、特許法二十九条の要件を満たしてなきゃいけない。これが三つ項目があります。そのうちの一つが、例えば、新規制です。 どんなにすごい発明であっても、だいぶ時間が経っちゃって、世の中の多くの人がすでに知っているもの、これを新たにあなたのためのものです、あなただけのものですって保護するのはちょっと無理がありますよね。これが新規性の考え方です。つまり、その発明が世の中広く、世の中に広く、こう知られていないということ、社会に知れ渡っていないということが要件になるわけです。 こういうようなことが、二十九条に、あと二つある、全部で三つありますので、これが二番目の要件になるわけです。三番目が何かというと、不特許自由。これに該当しないこと。どんなにすごい発明で、二十九条の三つの要件も全部満たしていたとしても、公益に反するような発明は認められない。テキストに後で出てきますけど、遺伝子操作をすることによって生まれた人とか、こういうものを。 発明として保護するわけにはいかないと公益に反するものはダメですよっていうのがあるわけですね。それが三番目です。次が四番目ですけど、これは先願となってますけど、先に出願したものかどうかということです。 私と山口さんがほぼ同じような発明をですね、実際にしたとしましょうか彼の方が少し早めに発明していて私の方が一時間でもいいですよ三日でもいいですよちょっと遅れて発明をしたとしましょうでも彼は忙しくて私の方が先に特許庁に出願をした場合彼が遅れて出願をした場合さてどっちのものかということなんですけれども先に発明したのは山口さんなんだけど出願したのが私が早ければこの特許は私のものになる可能性 性があるとということですつまり先に出願したものをがちこれを先願そして日本のこういうようなやり方を多くの国が先願主義を採用していて、まあ、一部の国で先発明主義先に発明したことを証明できた方が 発明者になるっていうそういうルールの国もごく一部あるんですけども今ほとんどの国は宣言主義ですね、まあ、普通に考えてこちらの方がコントロールしやすいですよね要するに書類出した方があなたの方が早いからあなたの発明ですというふうに見なされるということですね。ここの宣言の考え方ががちょっとさらに時代がこう 変遷するとともにですねこれだけじゃ足りなくなって今では拡大洗顔というルールも追加されていますこれは今読んでもちょっと意味わからないと思いますので後で詳しく見ていきたいと思いますが一応体系図の中には特許広報実用新案広報に掲載されたまたは出願公開された 明明細書図面に記載された発明ではないここといいいううルルーがが書かかれれてまますがこれは後でやりましょうかいずれにしてもこの5つの項目を全て満たしていないと特許登録実際に特許登録は受けられない特許発明にはなりえないということは押さえておきたいと思います。ではここでまた版書をチェンジしながら今度は格論細かくこの5つについて見ていきたいと思います。 さあそれでは実際に特許登録を受けるための要件を細かく見ていきましょうまず一番最初にこれですね。 特許法上での発明であることという最初の要件だったわけですけどこれはまず特許法の2条1項ですねこちらの方で発明というのがどう定義されているかを確認しておきましょう。テキストでも赤く塗られているところです。自自然然法法則則を利利用用したがされていてい技術的思想でのの創作のうち かつ高度のものもという,ふうになってますれどもこれが特許法上の発明なわけですで4つの要件があるので一つ一つ見ていきますがまず自然法則を利用してなければいけないこれはどういうことなのかということなんですけどテキストの方「small で見てみてみください自然法則」とは自然界において経験的に見いだされる科学的法則であり 自然法則の利用とは繰り返したときに自然科学上の因果率によって同一の結果に至るという反復可能性が必要であるということを示しているとなんかまあ難しいことが書いてありますけど要するにたまたまできたはダメですよということですね誰がやっても同じ結果に至りますよということがきちんと証明されていなければいけないということです、まあ、科学の世界で追試って言葉がありますけども A さんがやってみてできた じゃあ B さんが追試して C さんが追試していずれもできたっていう形になればこれは自然法則を利用しているっていうことになるのではないかということですねですからこちらに出てますけど営業手法だとか経営方法に関する発想とかっていうのは我々がねよくやることですけどもこれらは残念ながら特許法上の発明にはなりえないということですね。加えて今度は b の方に技術的思想というのがありますけども。 ここちちららですねこちらも見ておきましょう技術とは一定の目的を達成するための具体的手段であり知識として伝達できるだけの客観並びに実施可能性でまた出てきました反復可能性が必要であると。 でこれも例えばそちらに出ている鉄棒のテクニックや自転車の乗り方ありますねこういったものっていうのはマニュアルが作られたりだとか何らかの形で指南書が作られることあるんですけれどもこれもですねその人なりのやり方であって他の人がでやって100%同じことができるかどうかというのはわからないですよね鉄棒を一つ取ったって先生によって多分教え方違うと思いますのでこれらのことはやっぱり客観性がないといけないということですですからいずれもこの両方において重要なのは 反復可能性が求められるとということですねそれからこの技術的思想の方については情報の単なるこれは提示例えばデジタルカメラの操作マニュアルみたいなものは当然これは発明にはなりませんしそれから単なる美的な創造物、まあ、絵画のようなものもその中には入らないということですね。あのマスコミでも大きく取り上げられましたけれどもある細胞をある学者の方ができるっていって世界中大騒ぎになったと。 ところがそれが後から反復することができない他の学者が推試することができなかったかあの事件なんか考えますとあれは少なくともどうかは真意は分かりませんけれども特許法上の発明にはならなかったということになりますよねでは3番目のをちょっと見たいと思いますけれども今度は創作性が出てきますこれは先ほどもちょっとお話ししましたけれども地理的な発見をしただけではダメですよ あるいは科学的な法則を見つけただけではダメですよこういったものはダメだなぜかというと人為的に何かを作り出したわけではないからですテキストで確認しておきましょう創作とはというところから後ろを見てください新しいものを作り出すことであるそれ以前にはなかったものを人為的に作り出さなければならないということであるだから地理的な発見も科学的な法則の発見もダメだと我が国の この特許法上の発明の中にはニュートンの万有引力の発,、まあ、の発見もそれからアインシュタインの相対性理論の発見もこれらはいずれも発明とは言えないということを示してますよね。 では最後、高度性ですけれどもこの最後の高度性についてはほとんど形式化しているものおまけのようなものですまあ、私はよく盲聴のようなものだっていうふうに言ってるんですけどもほとんど意味がなくなっちゃってますなぜかというと一応これまあ、あるわけですよなぜかというと実用新案法の対象となる 公安よりも発明はレベルが高いわけですからその高度性が求められるってなってますけど特に特許庁の審査でも学説でも重要な意味合いを持つわけではないとテキストの方に書いてありますじゃあここはスルーでいいのかご安心くださいここでスルーされてもこの後あります29条の要件の中に進歩性という要件がありますからそこでみっちりと あなたの持ってきたものがちゃんと進歩性があるかどうかということが確認されますのでこれは形式的なものだということになりますよね。 では今やりました発明ですけれども具体的にどんな種類があるのかというのはこちらの体系図で見ておきましょう発明は単に物の発明のほかに方法の発明というのもあるわけです、まあ、物の発明の方はいいですよね新しい化合物を作っただとか新しい化学繊維を作ったというのはもう立派な物の発明です一方で方法の発明の方のまず最初は物を生産する方法の発明この方法も当然これは特許と認められるわけですよね このものを生産する方法の発明、先ほどの話で言えば今まではある化合物を作るのに1億円かかっていたんだけれども同じ化合物なんだけどなんと100万円でできるってことになれば1億円が100万円になればこれは業界としては大騒ぎですよね。ということはその方法についても発明だと認めましょう。できているものは一緒でも方法が違えば新しい方法は発明となるわけですね。 でこれは他にもその方法の発明としては物を生産すする以外のものももありますテキストの中では「新しい通信技術」ってなってますがデジタルの分野でさまざまな発明が行われるっていうのはもはやこれやこれではなくてこちらが中心になっていると考えていただいても良いのではないでしょうか。 一時期ブームになったビジネスモデル特許っていうのが日本でもほとんど、まあ、認められないんですけど実際に出願してもただ一応余地として残っているビジネスモデル特許っていうのが余地として残っているっていうのはこの方法の発明が発明の中に含まれているからだということの裏返しになりますよね。 というわけでここまでで発明についてはまずよろしいでしょうかね。はい。ではこの後は例の二十九条の三つの要件について見ていきたいと思いますので、まだ板書を写し終わっていない方はこの時間で写しておいてください。 さあそれでは29条要件をちょっとと見ていいいきたいと思いますここは協議の、まあ、特許の要件ということになるんですけども3つの項目がありますのでこれを一つ一つ確認していきたいと思いますまず最初が産業上の利用可能性です。これ当たり前なんですけどね産業上利用可能性のない発明はわざわざ保護する必要ないわけです。 なんでかっていうと、特許制度そのものが産業の発達のため、先ほど天秤でやったと思いますけれども、その法律制度の意義っていうのは、片方はとにかく産業の発達っていうのがあったわけですから、それに該当しないものは保護する必要ないでしょうということですね。そしてまたここで産業という言葉が出てきましたけど、工業だけではないっていうことですね。ちょっとテキストで確認しておきましょう。まず赤い文字で塗られているところを見てみましょう。 発明は特許権が付与されるためには産業中を利用することができる発明でなければならないでここでいうってその後ろも見ていただきたいと思いますがここでいう産業には工業だけではなく農林水産業それから石の方の工業商業サービス業も含まれると金融だとか保険などのサービス業の場合でもその場合でもそこからの特許というのは当然出願はあり得るということなんですよね。ここでも広い ですね、産業の方が工業ではなく広い意味の産業という言葉が使われているということを確認しておきましょう。で3つの例外があるのでこれはちょっと確認しておきたいと思うんですけれどもまず第1点目が医療行為なわけですよ。人を手術したりだとか人を治療したりだとか人を診察したりだとかこういった行為っていうのは特許と実はあまりなじまないんですね。さあ私がもししし病院に行ったととしましょう怪我とか 病病気ととかで病院に行ったししましょうで実際に見てもらったらば「ああ竹永さんこれこういう病気だね」先生治りますか?」と私が聞くと先生が、うん「治せる技術は世の中にあるんだけどそれねある教授が特許を持っていてねうちの病院ではそれ使うことができないんだよなので君を助けることできません」って言われたらば皆さん「納得できますか?」っていう問題ですよね。これは納得でできないでしょうというような、まあ、人道上の問題もあって医療行為についてはこれは産業上の利用可能性からが 外して考えるということなんですねあと外れるものにどんなものがあるか2つ目の例外が今度は個人的学術的行為となっています、まあ、喫煙法だとか読書法だとかっていうのはあくまでも個人が個人として楽しむものであるとでこれは産業の発達にはあまり関係ないだろうと考えてこれも産業上の利用可能性から外すわけです同時に実験室の中でしか行われない発明 これもまた外すんですね。産業で広くひるまあ、広がっていく可能性のないものは外しちゃいましょうと、そういう考え方ですね。3番目がちょっと sf チックな話ですけど。 実施不可能な行為もこれも産業になる見込みはないので外しましまょううということですここに出ているのが例が2つありますけれどもいずれもですねこれもともと確かね実際の事例だったと思うんですよ拒絶自由だったと思うんですけどちょっと間違ってたら申し訳ないんですけどね。どの 特許法の関連の入門書見ても必ず出ているのがこの二つです一つはオゾ,オゾン層減少に伴う紫外線の増加を防ぐために地球表面全体を紫外線吸収プラスティックフィルムで覆う方法と、まあ、ガンダムの世界かヤマトの世界かという感じになりますけれどもこれは理論上それができると分かっても誰も実現できませんよねそんなものを保護する必要ないでしょうという考え方です もう一つ事例が出てますね鉄骨を縦横に埋設した健康なコンクリートの壁で日本列島を覆って台風を防止する装置とかなっていますけどね昨今日本も毎年のように台風の被害を受けてますからこういう装置が出来上がれば非常にいいことだと思いますけれどもこれも理論はあって理屈はあっても実際にそれを作ることはできません。さっきの宇宙規模に比べると 日本規模ですからちょっとスケールダウンしてますけどいずれにしても不可能ですよねこういったものはやっぱり産業上の利用可能性を考える必要ないということでしょうね3つの例外ということで覚えておいていただきたいと思いますさあじゃあ産業上の利用可能性はオッケーで次が新規性ですこちらを見ていただきたいと思いますがテキストと合わせてみてください新規性とは何であるか当該発明が未だ社会に知られていないものであると知られちゃいけないんですよ 昔のアニメソングで、誰も知らない、知られちゃいけないって疑ったと思うんですけど、そう、知られちゃいけない。知られているものは、わざわざ保護する必要ないでしょっていうのが、特許庁の考え方のわけですね。じゃあ、この新規性というのは、どうやって審査するのかというと、三つの基準があるわけです。この図を見ていただくと、まず、コーチ、後で見ていきますけど、誰かに知られちゃってるっていうのは、もうこれで。新規性がなくなっちゃう。ここの部分が、新規性がなくなっちゃってる部分なので。 青い部分がオッケーなわけですよ。ここはダメです。ミッキーマウスの顔を逆さにしたようなここの部分が新規性が喪失しちゃっているところですね。まず知られちゃっちゃダメでしょ。それから紅葉っていうのはみんなに使われてちゃダメです。文献コーチっていうのは本などで要するに広く知られちゃっててはダメですよっていうことなんです。じゃあこのコーチ公用文献コーチ以外だったらばオッケーですよっていうことなんですけれども、この3つちょっと詳しく見ていきましょう。 まず高知というのは一体何であるかというとテキストで確認してくださいね。特許出願前に日本国内または外国においてですから外国も含みます公然知られた発明は新規性を喪失すると。 公然知られて実はダメですこの「公然」というところが難しいんですけども例えばアイディアが秘密を出した状態に置かれているというので不特定多数のものに知られている場合だけではなく特定少数のものであってもつまり1人とか2人であっても発明者のために発明の内容を秘密にする義務を負わない人間に1人でも2人でもぼれちゃったらばもうこれはコーチというふうにみなすんですね。 こ,こは厳しいですよねですから例えば一筆したためてこれについては口外しません口外した場合には損害賠償をいくらいくら払いますこういうような書面にサインをした人に例えば仮に100人に知られていたとしてもこれれは高知とははと言ええないんですすね秘密は守られているって考えます誰か一人でも部外者に伝わってしまったらばこれはアウトっていうことなのでここのところがーチの難しいところですね。 2番目の用についててもも見ておきままししょうこれもテキストで確認します特許出願前に日本国内または外国においてこれも日本国内外国両方ですが公然実施された発明は新規制を喪失すると、まあ、実施されてしまうということはその例えばものであれば作られちゃったりだとかそれが売られちゃったりだとかということがこれが実施になるわけです。特許の発明の実施になるわけですけれどもそういった発明はダメですよということですよね。 さあじゃあ最後こちら行きましょうか文献コーチこれはテキストの方ではもうちょっと長い言葉になっていますね観光物記載または電気通信回線による公衆利用可能性というふうになっていますまず観光物記載っていうのは書籍それから雑誌新聞こういったところで実際にこの発明の内容が載っちゃったっていうのがこれが観光物記載ですよねで電気通信回線の方はもう なんか言葉古いですけども、インターネットのことなので、ウェブに乗っかったらダメだということです。ここの部分のポイントは公衆利用可能性という言葉です。これ、実際に公衆が本を読んだだとか、インターネットをアクセスしてそこを閲覧したとかということではなくて、可能性。実際には見た人が一人もいなくても、可能性が出来上がっちゃったらアウトなんです。可能性が出来上がるっていうのは、本の場合で言えば書店に並ぶということです。 インターネットの場合には、ウェブにそれが閲覧可能な状態に置かれたっていう状態ですね。この状態になれば、たとえ本を買って読んだ人は一人もいなくても、インターネット。人気がなくて、誰も閲覧しなかったとしても、可能性が出来上がっちゃったらアウトですよっていうのが、これが文献コーチのポイントになります。ですか？コーチと、特に文献コーチについては、その辺までしっかりと理解をしておいていただきたいと思いますね。で、この。 ミッキーマウスの逆のような部分が新規性が喪失しちゃったっていう部分なわけなんですけどもここの部分についても例外はあります2つの例外があるのでこちらもちょっと見ておきたいと思いますが新規性喪失自由の例外ということで特許法は新規性喪失自由の例外として次のような2つの場合を認めています。これ少し前までは3つあって結構ややこしかったんですけど整理されてとても分かりやすくなりましたね。 二つ見ておきましょう。意に反する考知というところからご覧ください。まずテキスト本文を見ましょうね。特許を受ける権利を有するもの、その実際に特許を受ける権利を持っている人の意に反して考知がなされた場合、新規性喪失自由の例外となると。具体的には例えば詐欺にあっちゃったとか、脅迫によって出願をする場合だとか、産業スパイが出願をする場合だとかっていうのはこの中に入ってきますね。あとは。 代理人の人の間が故意過失ですね恋過失によって実際にコーチにしちゃうこういうような場合というのがこの時を受ける権利を持っている人間の意に反するコーチということでここまではちょっと例外として認めてあげようよということなわけですね。 もう一つが行為に起因するコーチとなっていると思うんですけど今度はやっぱり同じです特許を受ける権利を有しているもの持っているものの今度は本人の行為によってコーチになっちゃう場合これはいろいろ考えられます一つはまず実験です本人が実験をすれば周りにいた人間にはやっぱり見えちゃいます例えばこれが、うん 実験室の中だったらともかくどこか例えば屋外でやったとすればいろんな人に見られちゃう可能性がありますがこれもできないとなると本人は窮屈ででしょうがないですよねだから実験でしょそれからあと考えられるのは例えば本人がそれを文献にして本にして出しただとかあるいはインターネットにそういうような論文を掲載したとかこれらも全部できないってしちゃいますとあまりにも本人は何もできなくなっちゃうんでこれも OK です。あとは学会で発表する 博覧会に出展するとかっていうのも、これも本人の行為であれば ok にしましょうということにしてありますね。でも、この意に反するコーチも、それから本人の行為に起因するコーチであっても、モラトリアムは無限じゃないんですよ。これはテキストのスモール b 喪失性あ、新規性喪失自由の例外というところを見ていただきます。と、例外による救済を受けるためには、新規性喪失後、1年以内に特許出願をしなければいけないと。 そうこのモラトリアも1年なんです確かに例外として2つ認められてるんだけどこれはずっと未来永遠を認められてるんじゃなくて博覧会に出品してから1年間ですよあるいはインターネットに論文を掲載してから1年間ですよということなんですがここの1年間とといいいいう数字を覚えておいておいたただきたいところですなぜかというとこれ昨年まででは6ヶ月だったんですよこれが特許法の改正によって今年から1年に変わったところなんでこれは出やすいところではないかと思いますね。 昨年までとは大きな違いというところですでは最後いきましょうか進歩性のところを確認しておきたいと思います進歩性についてはこれもテキストでまず確認しますが当該発明の属する技術分野における通常の知識を有するものがって書いてあります まあ随分くどい書き方をしますけれどもイメージとしては業界における常識的なまあ人ですね常識を持っている人がと考えていただいていいと思います特許出願時の技術常識に基づいて容易に発明することができないことを言う容易には思いつかないということを進歩性というふうに言うわけですまあこれはちょっと架空の世界ですけれども今あのまあ日本にグイノミというのがうん こういうようなですね。丸い食いのみしかなかったという世界だとしましょう。まぐいの部の場合には、実際にはちょっと特許を受けられるとは思えないんですけど、仮にこれがすごい技術でできた。丸い食いのみだったとしましょうかね。あ、元、ま、々こういう食いの身があったとしましょう。そこで私がですね。こう。 今度こう四角いの実際にグいのみ職人のみんなの前で実際にまあ見せたと仮にした場合に「いやこれは誰も思いつかないね」っていうふうに皆さんが言うかどうかっていうことなんですけども確かにこの世界には今まで丸いグいのみしかなかったので四角いいのみを見た彼らはは確かに新しいねとと言うと思いますね思いつかないだろうっていうと「いや思いつくと思うよ」っていうふうにみんな言うんじゃないかそのレベルなわけですよ。 そのレベルのものであるとすればこの発明はですよ。仮に産業上の利用可能性があって新規性ありますよ今までこういうものしか世の中になかったわけですから新規性があっても進歩性が認められないものというのは認める必要ないでしょ保護する必要ないでしょということですこれは先ほどの高度性とも絡むところなんですけどさして高度な発明じゃないわけです丸いものをただ四角にしただけではねこれではダメだというのが進歩性ということなわけですね この3つが29条で定められている特許の協議の要件ということなので全部満たしていないといけませんよということですね。 最後にちょっとだけ語呂合わせの話ですけれども、昔から私がやっている語呂合わせです。このコーチ、紅葉文献コーチを理解するために、皆さんが学生時代にお世話になったコーチの方と部活動のコーチの方とコーチと公用観光に行こうという。この頃を覚えていただくと非常に分かりやすいと思います。まず、コーチというのはもうお分かりでしょうけど。先ほど出てきたコーチです。紅葉というのは？ これです「す文献構地」っていうのは観光物記載等なのでここが文献高を表していますさらに「異公」にも意味があって「異」の方がはいこちら覚えてます?「異」に反する構地を表していまして「うの方が「 本人の今度は好意に起因する構チを表しているのでこの2つは例外まで実は表しているわけですね。なのでもし語呂合わせで覚えるのが得意な方そういうのが好きな方がいたらば参考にしてみていただきたいと思います。ではちょっとね番書がいっぱいになっちゃったのでこの後はまた番書を変えて続きを見ていきたいと思います。 さあそれでは続いて3と4についても見ていきたいと思いますまず三番ですね不特許自由に該当しないことということで発明の中でも公益に反する発明というのはこれはダメだと それ以外のところというのが特許登録を受けるための要件ですよという話ですねすで既に公益に反する発明については一つ事例として先ほどは遺伝子操作によって得られた人自体はダメですよという話をしていますでこの他にも例が出ていましてもっぱら人を残虐に殺戮することのみに使用する方法はこれはダメだと 一昔前で言うとマシンガンみたいなものなのでしょうかね。こういったものはダメですよということになっています。でもじゃあ何でもかんでもこうダメなのかっていうとそうでもなくて、例えば毒薬や爆薬の場合には一概にこことは言えないですよという話が出てますね。これは丸二番不特許自由に該当しない発明の例となってますけど、毒薬の場合は。 今人が飲めば死んじゃうでしょうけどもでもうまく使いこなすとこれは特定の場合には薬になるって可能性があったりとかあるいは人には毒だけど例えば動物には効くなんていう場合が考えられますよねそうすると一概にここには入れられないということになります 爆薬の場合もそうですね戦争とかあるいは犯罪に使うのでなければこれは公益に害しますけれどもそうじゃなくて工事現場で使われるんであればむしろいいじゃないかということになるわけですダイナマイト的な考え方ですよねそれからもう一つ出てます副作用のある抗がん剤の話が出てますけど確かに患者さん苦しむんでしょうねこれ副作用がありますからそれでも命だけは取り留めることができると考えると 違いに公益に反する発明とは言えないでしょう最後に出ているのが紙幣にパンチ穴を設ける装置というのがありますけれどもこれ昔から特許法についての入門書には必ず出てる事例なんですよねで、普通は紙幣に穴を開ける装置っていうのはこれは犯罪を助長しますからここに入りそうな気がするんですけれどもダメですよねお札傷つけるのやっちゃいけないことですよでも世が世なら うん、時代が変遷していっていや実は紙幣には穴を開けておいた方がいろいろ便利だってそういう時代が来るかもしれない日本の法律が変わるかもしれないこういうふうになった時のことを考えると紙幣にパンチ穴を開ける装置というのは一概にここには入れられないでしょうということですね。 でこれはあのトリップス協定にも決め事がありましてここちょっとと読んでみたいと思い思ます第2段落のところなんですが加盟国が公の秩序または善良な風俗を守ることを目的として商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明をこれです。 特許許の対象から除外するることは許容しているつまりこの規定自体は問題ないわけです。しかしかというその後ろを見てみてみくださいその除外は単に当該加盟国の国内法令によって当該実施が禁止されていることを理由としてはならないことが規定されている。 したがって実施発明の実施が日本国の法令によって禁止されているからといってそれのみで不特許自由には該当しませんよという話だったわけですねというわけでここについてはよろしいでしょうかじゃあ今度四番こちらです宣言の方に行きたいと思いますけどこれはすでにお話してますね日本をはじめとする先進国は宣言主義であって先に出願した人が 基本的には特許を受ける権利を得ることができるとで、これは日がまたいでれば例えば私が今日山口さんが明日実際に出願に行ったのであれば私がこれを受けられるわけですね実際にちょっと見てみましょうか同一の発明について異なった日に2つ以上の特許出願があったときは最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができるよろしいわけですでも同じ日に 山口も竹永も実際に出願に行った場合にはどうなるだろうかその後ろ見てみてください。同一の発明について同日に2つ以上の特許発明があった時は特許出願人のこれですうまいこと考えましたね協議により定めた1つの特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 あなた,たちで話し合ってください特許庁は関与しませんよこういうふうになっているわけですよ。うまいこと考えましたね私はこれあこのあとどうするんだろう協議が成立しなくてそして協議がすることができない時協議が不調に終わった時はどうするんだろうかその場合には2人ともいずれもその発明について特許を受けることができないとなっています。とる まあ喧嘩両成敗なわけですけど経済学経済政策で皆さんがやったゲーム理論いわゆるその囚人のジレンマをちょっと思い出すようなことですよねだから2人でちゃんと話し合わなきゃいけない、まあ、今回山口さんが実際に特許を受ける権利を持っていただいていいですよその代わり私には入ってくる利益の一部を私に戻してくださいとかあるいは私にもその時を使いたいので実施権を設定してくださいとか、まあ、こういうふうな協議になるのではないかと思いますけどもこれが 洗顔についての部分でしたでは最後はですねこの拡大洗顔ちょっとややこしいので図に書いてお話しさせていただきたいと思います。まだ実際にこちらを写してない方はこの時間で写しておいてください。 さあでは最後に過去5番の拡大洗顔のところについてここはちょっと図解しながらお話をさせていただきたいと思います。まず私がですね、まあ、こうさんこうですね江オツの江ですけど江が製品 A についてなんとかこれ特許を受けたいなと思って出願,出願をするというふうに考えたいと思います。で製品 A 全体について本当は出願したいところなんですけどこの製品 A に使われている技術 A 技術 B 技術 C。 いずれも私の発明のつもりなんですけども自信はあるんですけどね A、B は特に自信があるんですけど技術 C についてはねちょっと自信が揺らいでる部分があるんですよ世の中でもしかしたらこれと同じことすでにやってる人いるんじゃないかなというような気がするわけですよここはちょっと自信がないわけですですから製品 A 全体を特許出願の範囲と仮にしてしまいますともし特許庁のお役人の方でこちらの技術 C はダメだよっていう,ふうになると これ全体が特許を受けられないって形になっちゃうわけです私としてはハイリスクなんですねもちろん全部が認められればこれはハイリターンが期待できるんですけど全部を 特許出願の範囲にしちゃうのはちょっとハイリスクハイリターンなわけですそこで今回は私はちょっと確実に行きたいと思いましてまあ、絶対的な自信のある技術 A と技術 B をこれは私の自信を持った発明としてこちらは特許出願の範囲の中にこの2つだけを入れたというふうに考えたいと思いますで書類を作るわけですでも技術 A と技術 B についての説明をするためには 製品へ全体についての説明をしなければいけないので、今回特許出願の範囲には入れなかった技術シーンについてもこれは説明をせざるを得ないですね。関連発明としてこれはこの書類の中には登場するわけです。ただこれは言ってみれば補欠みたいなもんで、こちらが正選手ですからこちらについて私は特許を受けたいというふうに出すわけですよね。こんな形で実際に私が出願をしたとしましょう。 A と B メインで C は関連発明という形で出願しましたところが特許というのは出願すると一定期間過ぎると後でやりますけれども出願公開というのがされちゃいますなんでわざわざ公開するのか世の中全体にこういう出願があったということをみんなに知らしめるのかというと同じような研究をしている方というのは世の中にまだたくさんいるはずなんですよその方々に長い間の要するに実際に審査を経てで こういう発明が特許として認められましたというのをその時点で公開してしまいますとねずっとみんな見込みのない発明の研究をずっとしなきゃいけないということになってしまいますでこれはやっぱりバカバカしいことで社会全体としても不利益なのでここで出願公開 あすいません竹永さん江さんの方からこういうような技術については既に出願されてます皆さんそれと同じことやっても抗願ですよ今からやっても無駄ですよっていうようなことを知らしめてあげるっていうのは一種の愛情みたいなもんですよねということをするということです。ということをまず知っておいていただいてこれについてはあで特許のプロセスのところでやっていきますけれどもさて今度は私と全然関係ないおつさんという方が実際にこの特許士、私あ特許士じゃない。 技術, C ですね、技術 C について私は諦めたんだけども彼はこれを自分のものだとして出願してきたわけです。でこれはオッツさんとしては私が出願したこれまだこの時点では公開されてないですから全然知らないですからねつゆも知らずにこれ出願したと。ところがしばらくして出願公開でうわなんだ僕と同じような発明というのがあったのかということを彼は知るわけですけどあれ竹永さんは C は特許のこの出願範囲に入れてないんだったらば これは私のものになりそうだなっていうふうに考えるこれはないですよこれはあくまでもオツは抗がんですよって考えるだから私のこれ拡大戦難であるというふうに考えるわけですコーチの犠牲というのはこういう考え方なんですねつまりオツさんはせっかく出したこの C 出願してもこれは抗がんなので実際に特許を受ける権利を得ることができないっていうふうに考えるわけですなぜかというとオツさんが出す前に私も一応 これについてて出しちゃってるんですねここで出願公開されて世の中全体の人が A も B も C もこういう技術があるってことを知るんですけどこれは誰がおかげかこうさん私のおかげであって遅れて出したおっさんのおかげではないということです。 ちょっとややこしいんですけれどもこういう考え方を拡大宣言というふうに言うわけですではテキストでもう一回おさらいしてみたいと思いますいいですかこちら特許出願する際に特許請求の範囲明細書図面などの資料を作成して提出するこの中でも中心的な役割をする書類がつまり特許出願の範囲という書類なわけですこれを提出する で特許請求の範囲には請求する権利を記載する今回は技技術術 A と技術 B と B 私は記載しましまたその際その発明を詳しく説明するために特許請求の範囲に記載した発明に限らず周辺の関連明を発明を明細書に記載する場合があるそうですねこれ全体説明しなきゃいけないんで関連発明を明細書に今回は記載しました。 で明細書に記載された関連発明はその特許出願が特許掲載広報特許広報が発行されたりさっきの事例はその後で出願公公開開さされたたりしたらば必然的に公開されますそうです、ね、実際にこれらが特許として認められればこれらは全部ひっくるめて特許広報に載るしそれ以前に出願公開されちゃう可能性があるわけです。 その後その関連発明について出願がなされたとしてもオツさんによってその後されたとしても社会に対して何ら新しい技術を提供していない C を提供したのはこう私ですからね抗がん者を保護することはは妥当ではないまた上記のような洗顔の明細書に記載された関連発明 C ですねが抗がんの出願時に未公開で高知でなかったとしても 確かにこの時点では C さんははん知り得ませコーチでででないですでも抗がんの出願後に洗顔の技術が公開された場合やはり抗がんの発明は新しい技術を社会に公開していないことになるこっちが先彼の私のですねうのこれは貢献、うん、ですからねしたがってこの関連発明が抗がんの出願時に未公開であり抗がんの出願後に公開された,とした場合も 抗がん者オツをこれは保護しないということですただこれ一つ例外がありまして抗とオツが同じ人間だった場合つまりここが抗じ,じゃなくて抗だった場合はどうかって考えるとこ,れこういう場合です私は A と B に絶対の自信があって出願したんだけど後でよくしら考えてみたんだけど C もいけそうなので別で出願してみようと二本立てですよねこっちがダメでももしかしたらこっちが通るかもしれないし まあ、ダメ元で、これも一応出してみて、こっちが通れば、まあ、もともとの考え通りということになるわけです。この場合はどうかというと、同一人の場合。はい、腺癌と後丸が,が同一人による発明。 出願である場合にには拡大宣願に該当しないつまり私はこちらでも実は特許を受ける権利を得ることができる可能性があるわけですよね。特許を受ける,か特許を受けることができる可能性があるということですよね。これが拡大洗顔についての考え方なのでちょっとややこしいところなのですけれどもしっかりと理解をしておいていただきたいと思います。ではこのあとは特許の主体の方に移っていきましょう。まだ板書を移していない方はここで移しておいてください。